高木豊、阪神保守事情に一括。昨年、18年ぶりのリーグ優勝&38年ぶりの日本一を達成した阪神。強さの要因の一つに、リーグトップのチーム防御率 2.66 を誇る投手陣が挙げられるが、陰で支えたのは保守の2選手だ。開幕前に岡田監督から正捕手に指名されていた梅野龍太郎は8月に支給を受けて左尺骨を骨折した影響で72試合出場にとどまった。一方の坂本は梅野の離脱もあり、キャリアハイとなる84試合に出場し、最後まで阪神の投手陣を引っ張った。現役時代は大洋で活躍、引退後は日本代表コーチも務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月16日に自身の YouTube チャンネルを更新。阪神の保守について言及している。高木氏は保守の起用について、相性があるよね。村上の時には坂本、青柳の時には梅野とか、投手によって変えていくのと、長いシーズンだから状態的なところもある。例えば村上が昨年ほど良くないぞとなったら、キャッチャーを変えて刺激を与えてみるとか、そういう使い方をしていくのかなと感じると、今年も両選手が併用で起用されると予想した。また、高木氏は両選手のタイプについて言及。梅野は、横の揺さぶりと強気のリードが特徴と語り、坂本は、最小限でリスクを抑えるというようなキャッチャーかなと感じると、保守としてのそれぞれの特徴を解説した。保守としてのタイプが違うことを指摘した上で、高木氏は、二人がいてくれて、阪神のキャッチャーというポジションは成立する。どっちが良いとかではなくて、二人がレギュラーでいいでしょうという考え方だと思うと、自らの見解を語った。併用で良い、古田や谷繁のようなキャッチャーはいないのよ。岡田監督がちゃんと決めはる。そうです、二人ともレギュラーです。正捕手二人で良い。高木氏は有名やからといって、なんとなくや、イメージで語るんはやめた方がええちゃう。勝率が良い方を使ってほしい。そして打撃が良い方を使ってほしい。西はコントロールあるから、坂本と組ませた方が勝てる気がするけど。この二人が元気なうちに、中川あたりの次世代の捕手を育ててほしい。先発は坂本、試合終盤は梅野、そのためにベンチ入りする打てる、第三の捕手の成長が必須。どちらも基礎点と共有する点を理解して頑張ってくれ。そこに若手捕手が割って入る形が一番の理想かな。チームに正捕手一人という考え方自体が古い。ピッチャーと同じでキャッチャーも複数いる方が絶対安心ですよね。今年も二人中心に頑張りつつ、もう一人出てきてほしいですね。